酒が飲めっていうのがちょっと休憩しよう、ちょっと休憩。じゃあ飲みなさいよね。ちょっとね、水飲もう、水。これ水よ、ほら、水よ、これ。分かったから。大丈夫？行くぞね。水飲まないよ、これ。平気？大丈夫。おっと。ほら、早く飲むんだよ。乾杯。うまい？まだ飲んでない。全然大丈夫ですね。じゃあ、とりあえずこれ飲むよ。はい、失礼します。ちょっと雨降りそうじゃないですか。ちょっと最高の天気ですよ、これ。降らないよ、今日は。今にもこれ降り、晴天の雪だよ。晴天の何？雨のやつとか忘れた。いや、それってわけわかんねえ。ちょっと。何時今？そろそろかな。何や。いってらっしゃいませ。これあった方がいいよ。雨降ってからこれ使うことになったら結構悲惨だからね。今のうちに処理はいいよ。ちょっとバラの木を伐採に行ってくるわ。いらっしゃい。タープ前室だけが心配なので、ちょっとブルーシート、グリーンシートを上に貼った。これで雨降ってもある程度大丈夫でしょう。重いのかな。ダッチオーブンじゃねえ、これ。ダッチオーブンだよ。やばいやつや。何も食べてないから。さらば。いただきます。いろいろやったら暖かくなってきた。
おい、サラダ。予定だと9時ぐらいからでしょ。いや、これからでしょう。もう降らないんじゃないですか。どんどん飲まんと追いつかんぜ。はるかって言う。おー、うまい。お、めり込んできた。いいぞ。これは半分のこぎりで切ってくれ。あ、いいや、俺切る。耳がやべえ。俺温まるぜ。焚き火しなくてもいいんじゃない。体が下半身から熱いよ。ね、知ってます？え？この辺って昔は海だったんですよ。ああ、海だったんだ。ここ海だった。うん。これ見て。本当だ。これそうだから。そうか。そう。これ貴重なやつだから。ね、いる？ああ、でも貴重なやつだからいいや。行くか。やっと着いた。行った、よかった。すげえ火力じゃ。多分炎の力で上のタープが揺らいでるぞ。これ風も吹いてないのにすごいゆらゆらしてるよ。これすげえすげえ。あちゃ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 。これ落ち着いてきたら炭投入だ。うん、すげー熱いね。これまず熱いぜ。すげー量だね。これやっぱり楽しいですか。楽しいっすよ。結構降ってっからこれ早く伐採行った方がいいよ。伐採今出ないんです。一番雨がピークの時に行くんだな。それが一番いいかもしれない、ね、一番楽しいだろう。うん、やったな。大雨の中はまだ伐採したことないかもしれない。よし、作業してたから全然飲んなかった。えい、おい、ピンクだよ。二人してピンク。真似しないで。それぐらいだったかね。去年、いや違う、一昨年の2月に一人で行った時、土砂降りだったからな。土砂降りはやめてほしい。ひどかったよ、マジで。川が一気に増水してたの。ここの川が濁ったんだぜ。いや、今夜も間違いなかったかいな、これ。熱気がやばいもん、これ。梅沢さん大好きな、もう熱気ムンムンですよ、これ。
ここにさえいたらもう寒さ知らずですよ、はい、俺はやばいわ。やっぱ虫がいないね。虫いないの？うん、やったじゃないですか。だって夏とかだったら速攻虫来てるでしょ。夜とかね、ヘッドライトつけてると顔にもう突撃していくからね、うん、あれ。あちゃ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 。皆さん寒いの好きなんでしょ？いや寒いのも寒いの好きだけど、寒いだけじゃちょっと物足りないよね。やっぱ焚き火だよね。消す一回これ。消す？消し。っていうかさ、もう撤収するか？撤収するか。今なら全然間に合う。歩いて帰るか。いいよ。撤収で。どうする？こんだけ散らかしたやつ全部片付けて撤収するか。うん。雨も降ってきたしね。これはちょっとまずいね。うん。なんか雨強くなってない？だから2ミリぐらいの予報出てたから。2ミリって言われてもわかんないけど、これぐらいなの2ミリって。昨日から参りして、今11時、初めてあったかいものをいただきます。寒い時期でコーヒーですよ。暑い。あったけ。餃子焼いてみっか。冷え切った餃子。温まってんのこれ。なんかテントの中入ってはしゃいでるぜ。どうした？テントの中が一番寒い。テントの中の方が寒い。そりゃそうだ。クーラーつけてるこれ。あ、ちょっとタイマー入れといた。あ、焦げ目ついてる。根澤さん、はい、そんなジュージュー言わないからちょっと鉄板温まってないよ。触って。やだ。根澤さん何してんすか？ん？何してんの？寝る準備。寝る準備？うん。昼前から？うん。あ、そう。おやすみ。おやすみなさい。根澤さん、餃子食べますよ。はい。すぐ行きます。チャーハンといえば餃子でしょ。確かにそうだね。それ、試しに一つ餃子。いただきます。あ、つ。あ。梅田さん、うん、うめえ、うん、これやばい。あ、これうめえな。おいおいおい、一回全部開けます。これ食べてください。食べます。まだまだありますから。全然ジュージュー言わんかったけど普通に熱いわ。熱い。焼け取る。ちょ、これ食ってみてください。うん、箸の？箸その辺に転がってた。と昨日の夜余した冷えのチャーシューをスキレットで温めました。お、油垂れ。お皿、お皿。どうしたの？これ行っちゃって、これやべえ。うまっ。どうすか？あ、ありがとうございます。え？あ、熱い。熱いよ。うん。うん。うん。あの冷え冷えチャーシューと。これが一番いいよ。冷え冷え食べるの絶対これが気持ちいい。うまいっすか？めっちゃいい。それは良かった。やっぱさ、オリーブオイル最強だね。じゃあ俺スキレットは最強なんだ。うん、オリーブオイルとスキレットの相性抜群。
これはいい、うん、絶対冷たい時よりはこっちで食べた方が美味しい。最強だわ。だってもう4時5時になるんだっけ。な、何もうすぐ4時4時夕方もうすぐ4時って認識。うん、ね、11時50分そう昼前だね。 24.7度する。 24.7度。うん、夏でしょ。夏本格炒めチャーハン。そう軽くストップって。おお、ジュージュー言ってるよ。おお、オッケーオッケー。うわ、チャーハン。ああ、いいじゃん。いいじゃん。どうなりますか。火力はいいんだよ。ああ、これひっくり返せねえな。ひっくり返せそうで返せねえな、これ。無理だな、これ。うわぁ、うまそう。はい、残りそっちの最初さ、冷えちゃったよね。いただきます。いや、うまい。まだ食べてない。うん、うめえうめえか。まあ、やっぱこれだよ、これ。別はドアップだぜ。オリーブオイルがめっちゃ効いてるよ。うまいんか。やっぱオリーブオイルも最強。こういうキャンプじゃないとできないで。うん、うまい。おっ、うん、うまいよね。いやー、おいしい。三沢さん、まだ腹2分目ぐらいでしょ。いや、でも普通にごちそうさまですよ。ん、ごちそうさまです。あ、でも2つぐらいもらおうかな。おお、危ない危ない。うん、ちょっと秘宝があります。どうしたの。いや、今イカ焼いてるでしょ。その前にチャーハンやってたやん。うん、美味しいチャーハン。そう、食べようとして。うん、めっちゃ美味しかった。食べてこのテーブルの上にこの辺に置こうとしたのね。うん、そしたら、うん、あの美味しか、美味しいチャーハンが。ネザは何してくれんのちゃんと置いてよ。やっぱりこれから食べようって時にさ、ね、もったいな。バランス崩してマジで。しかもなんかその下なんか何よりのノコギリだ。俺のノコギリの上にオンザチャーハンノコギリ。これどうすかこれ。うわ、美味しそ う, うわ、これですよあーやったわ。まっさかさかよやっぱね、ここはごちゃごちゃしててもいけない。だから片付けようって言った直後の話ですよ、これあったかいですか。あったかい。どれぐらいあったかいのか、ちょっと体で表現してみて。体で表現、これぐらい。テントの中、私の寝床です。こっちは梅沢さんのです。テントの中息白くてやばい。暗。まあこんだけありゃ大丈夫でしょう。寝袋の中にさらにこれ寝袋入ってるからね。これはあったかいよ。よし、あとは特にすることなくなっちゃう。何時だ、もう2時半。そろそろ夕飯。夕飯だろう。おお、
ぴったり。とりあえず2本いくよ。はい。すぐ焦げ目つくぜ。うん。うわぁ、早い。それ。うわぁ。いただきまーす。うわ、これうまそうや。ソーセージ。いいんじゃない？うまい？まだ食べてない。まだまだ。うん。食べてる？食べてる。お。いきます。お。うん。え、砂糖ってやつ。おお。ここで7%飽きたか。うわ。サムギョプサル。ピント合わねえ。うわー、なんかすげえボリューミーだー。うわこんなんで一食、うん、うわひっくり返ってみますか。おお、焼けとるやん、うん、見てこれ、おいしそうじゃない。うわこりゃすげえぞ。ソーセージ、うん、うわふわふわしてる。ソーセージ食うの、そう、小麦やん。いただきます。うまい？あれ食べてない。どう？のどぐろですよ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。何これ。マジで。どれ。いただきます。結局これが一番うまい。お、イワシ超えた。これは超えた。今日食べた中で一番おいしい。やば。サムギョプサルの肉。あ、サムギョプサルの肉。あ、うまい。ジューシー、油が。んでちょっと焦げてるけどサクサクしててうまい。これこのガーリックのせ、やばいでしょこれ。めちゃくちゃ乗せますよ。ちょっと行ってみてください。いいですか。どうぞ。もうこぼさないように行かないと。いただきます。はい、うまいっしょそれ。いや、まだ食べてないっす。あれ、まだ、うん、うわぁうめぇ。どうなの、うまいのそれ。うまい。マジか。あのね、カットされてるからやっぱね、サクサク食べやすい。サクサク食べやすいと。でもね、うん、魚肉ソーセージの方が美味しい。どういうこと。水田さん今何やってんすか。もうお肉ね、挟んでる。お肉挟んでる。そう。どこに。白菜に。どうすか。肉がね、凍ってて手が凍えるよ。全然あるやん。ここが凍ってるんだよ。もう寒い中、なかなかド M な作業してますね。冷たくて最高だぜ。楽しそうだな。マジか。最高。この白菜ミルフィーユで鍋をやります。凍った肉座ってるぜ。うわ楽しいだろうな。これ、いややりたかった。気持ちいい。気持ちいいって？超気持ちいい。やべえな。超気持ちいいっすよ。こうよ。もうバンバン挟んじゃって。ああ。谷間に挟んじゃって。でか。全部行くっすか。食うでしょ。はい。おお。
これ鍋だな、うん、鍋、うん、鍋にも使えるけど、なんかダッチワイ…ダッチオーブンみたいな感じだよね、これ。ダジワイフですか。え、ダジワイフ来たの。何も言ってないよ何言ってんの急に丸ごといくよ。はい、あれ、あ、はい、もうひんまげて入れちゃっておらって入れて待って、なに、おらおら、入った、まだ入った、無理やりねじ込んじゃって、ねじ込んだ、ねじ込んだ、うん、バナナ、ウネザーの機関棒、機関棒、こんな立派じゃないですよ。あー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 、ネギ半分は明日に取っていきますよ。あと一番メインの肉があるんでしょ。あ、忘れてた、忘れてたけど、お肉あります。これお肉、そう、俺これで完成したと思ったら、そう、このお肉買ってたのよ。何に包まれてるのこれ、何、やばいんじゃない。これなんかショーウィンドウにある、おお、こういう感じです。おお、なんじゃこの霜降りは。なかなかじゃない。これ何？黒毛和牛の。黒毛和牛？なんかあの薄切り肉。黒毛和牛の薄切り？そう。やべえじゃんこれ。これはなかなかだよ。これ鍋に入れちゃうんすか？ぶっ込みます。あ、マジっすか？ええ。やべえ。ぶっ込みますよ。うぃし。豆腐、おりゃ、いいね、入れ方がいい、すげえ入れ方したぜこれうわー、いくよ、いや、あれい、なんだこれもう一枚いくぜ、なんだこれって言いたくなるよこれ。沈めとくか、豆腐がね、ど真ん中だ、豆腐メインだから。じゃああと1枚か。何やってんすか。分離しちゃった。分離。ちょっと小柄な。あれ。いったか。うおお。なんつー贅沢な。これは本来何用の肉な。すき焼きとかじゃない。すき焼きに使っていいのこれ。うん。じゃあこれまさに今日これすき焼きだから。うん、もう一回行ってこ、行っちゃうの、うん、すごいことになりますね。あれ、あーあーあああああ、あと残りか、どんだけこれ、あと一枚入れる、マジで行っちゃうの、行っちゃうよ、行こうよ。梅沢がじゃあ行きたいって言うならもう行かしてあげますよ。行かし、行きたい、行きたい、行きたい、あ、そんな行きたいの、そう、行かせて、あー、やっぱり行かせて、あー、やっぱ、あー、あーし、あー、雨が止みませんね。そう、もうね、こっから耐えてくんのよ、ここの、ちょっともうここやばいよ、このつなぎ目、たるんでるとこ全部水溜まってっからね。で、いつ結果、いつか結果するのかな。やべやべやべ、こっちが結果してる、こっちが、こっちが溢れる。オープンザテキストブックアットズ22ページ。おお。これ。うまくないわけがない。やば。さっき吹いたから一回避けたけど、またちょっとだけ火にかけてグツグツしてきたら、よそって食いましょう。うん、どうよそるよ。お玉は？お玉なんてございません。